新たな美が芽吹くので待つとしよう。いまだこのような人形を使い続けるとはな。揺れ動く心が生み出す美にこそ価値があるという。そう、彼女のように。まだだ感じるぞ、君の苦悩、迷いを。なんだと。なぜそうまでして私たちシャドルを追う。象か、それとも食材か。黙れ。過去と現在の狭間で揺れるその瞳、美しいんだ。その口を閉じろ震えているのか。殺しはしない。君の美しさを摘み取るにはまだ早い。行くがいい。おお、誰かと思えばバルログさんでしたか。ふん。この私が再調整したニュードールズ、お気に召したです？戦闘力の上昇はもちろん、サイコパワーとの親和性をより高め、我らシャドルーの命令に忠実に従うよう強化しているですよ。自らの行いの醜さに気づいていないのか。救いようがないな。うん、ナンバーチャーの私に対して口が過ぎるのではないですか。いいです。この際どちらが上なのか教えてやるですよ。ゲスが。少しはやるようですが、まだ。ご報告します。何ですか。個体番号006を発見しました。キラービーと行動を共にしています。006とあの目障りなキラービーですか。裏切り者は抹殺するとして、006は再調整すべきですね。どこにいる。こちらを。逃げるつもりですか。貴様の醜い顔は見飽きた。キャー！なんて忌々しいやつですか。見つけたぞ。ん？ファンメ、無粋な真似を。なんだと。なぜ人形のために戦う。己を犠牲にした美しさなど、所詮は一瞬のものだというのに。ジャミー、もうお前を、お前たちを戦わせはしない。かつての自分の影に苛まれもがき苦しむ、その歪みこそ君の美しさだった。忘れたのであれば思い出す。痛みとともに。
まだ倒れるわけには。そうか。何がおかしい？君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。止まれ！ここで何をしている？貴様！今は末路しよう。喪失の恐れ、絶望の嘆きから新たな美が生まれてる。その瞬間。